やっぱりさ、横出てると広いよね。広い、ここの空間がずっと広く感じますね。で、やっぱりグレーと白と紺で落ち着く色合いになってコーディネートがすごいされてます。みるみるランド、はい、A to Z さんとアメリアライトを見ていきます。はい、ISS のお車です。はい、外部電源はこちらから、ね、取れるようになっています、うん、これも横が出てますね。じゃあ横向きに入れるんですね。ここじゃなんか後ろが仕切られてる感じですね、完全なベッドスペースセパレート、はい、アメリアの弟分、はい、じゃあこちら、はい、こちら A to Z さんのアメリアライトです。乗車定員が6名、就寝定員が2名プラス1名、全長が 4.6m、幅が 1.7m、高さが 2.2m です。スペース車両がトヨタハイエースガソリンで動きます。お値段が437万円です。ランド、本当にシンプルなね、ハイエースのフェイスをしています。ゆっくりと車側から見てもね、ドーンと飛び出てます。はい、はい、ではね、中を回していきたいと思います。つけましたか今。はい、ちょっとね、もうぶつかりました。気をつけます。あ、ちょっとね、固めのシートですね。でもなんかちょっと支えてくれる感じがして座りやすいです。やっぱりさ、横出てると広いよね。広い、ここの空間がずっと広く感じますね。で、やっぱりグレーと白と紺で落ち着く色合いになってコーディネートがすごいされてます。それからここに、ね、電気関係のスイッチコントロールパネルと、こちらですね、電源取れるようにソケットと、あと普通の何これ、うん、コンセント？コンセント。コンセントが出てこなかった、まさかの。何これ？何これ？はい、コンセントです。でね、上もライトがついていて、間接照明もついております。はい。でこちら側がですね、何気にパカッと開きまして、はい、冷蔵庫が入ってます。はい。冷蔵庫開けると、何リッターって書いてあるの？ちょっとリッター数わかんないんですけど、結構ね、深めの冷蔵庫がついております。縦開きです。で、ちゃんとこちらでもね、カーテンつけられるレールもついてますし、こちらの窓がちゃんと開けられるようになっております。なので、換気とかもちゃんとできます。でね、こちらが、見てもらうと分かるんですけど、こちらにね、ちょっとした収納スペースがついていて、下にね、結構そういう収納スペースがここにはついております。はい、そうですね、あとはね、結構シンプルなんですけど、ここがね、特に特徴的で、仕切られていて、カーテンつけられて、向こうは完全にセパレートの寝るところ、分かれた寝るところになりますね。開けてあげるとこういう形でね、あ、つながって向こう側にもつながってます。ちょっとじゃあ後ろ行きます。はい、はい、後ろ回ってきました。はいはいはい、下に電子レンジが、はい、使えるようになっていて、下はタンク、タンクを入れられますね。反対側は、あ、こっちタンクだ、こっちがタンク、給水タンクがそこっちは今とりあえず入れてるだけっていうか、
ここは収納ですね。はい、シンクが出てきました。丸いシンクで、ホースで伸びるタイプなので外でも使えるようになってます。なるほど、外で使えるように、あの後ろ側にシンクを持ってきてますね。あとタンクの出し入れが後ろの方がしやすいのかなと思います。はい、でこうやって横にしてあげると、子向きとお子さんで、ね、眠れるようなスペースになっております。でこちらに丸窓がついてて、はい、手も出ます。ここだったら横に寝れないかな。あ、出てるからね、寝れそうじゃない。きつい、ギリギリだね。ギリ165cm でギリちょっとギリっていうかちょっと出てる、ちょっと出てる、ちょっと傾きたみたいな。なるほど。あとはちょっとちっちゃいお子様なんかにはいいかなと思います。はい、みるみるランド。はい、アメリアライトなんですけども、こちらはですね、アメリアの弟分ということで、何が違うかというと、コンパクト、うん、アメリアの方はですね、はい、アメリアの方はこの大きいんですよね。でこちらはハイエースのスーパーロングがベースになってるから結構車体が大きい、うん、まあ、その代わり中も広く使えるっていうのがアメリアなんですけども、まあ、それに対してこちらの方はコンパクト、サイズがコンパクトなんですよね。で、一回りコンパクトのアメリアライトということで、ハイエースのロングバーンの標準ボディで、ハイルーフ でウィンドウ拡張、横はアメリアと一緒で拡張されてます。で、ジャストフィットなサイズ感と。なのでちょっとね、アメリアの方だと大きいなと、ハイエースのスーパーロングだとちょっと大きくて運転が自信ないなとか、そういう時はですね、こちらのライトの方を選ぶといいのかなというふうに思います。あと駐車場の問題とかもありますけどね。まあ、ただあのハイルーフなのでね、あの背は結構高くなってます。室内空間は高さには余裕がある。なのであの立体駐車場とかはちょっと気をつけなきゃいけないですよね。うん。で、特徴としては内装はですね、シエロとティエラから選べますと。この2種類、これはこれもアメリアの方と一緒ですね。2種類から選べますよ。で、特徴としてはまずその1、はい、セカンドシートは冷房シートを採用してますと。ここですね。で、幅1200の3人掛けのシートですと。でサードシートは走行時は座れませんということなので、まあ、走行時は運転席、助手席、あと真ん中ですね、ここ3人と、あとこのセカンドシート3人、これで6人乗車ということですね。であと、2番目、広々としたフロアベッドということで、はい、シート展開すると幅 1200×1930mm といった就寝スペースができますと。なので、まあ、こういうふうにベッド展開すると、大人2人と子供1人の、就寝スペース生まれますよということなので、まあ、3人家族もしくは夫婦2人で行く場合ですね、まあ、こちらのアメリアライトでいいかなというふうになってきます。であとは、冷蔵庫ですね。ここに冷蔵庫があって、サードシートの横ですね、小型の18リットル冷蔵庫がここにありますと。まあ、これは上にパカーってこうパカーって開くタイプの冷蔵庫になってますね。でその隣、後ろの方にはキッチンスペースがあって、ホースを伸ばせるシャワー機能付きのシンクをビルトイン、給排水はそれぞれ19リットルのタンクが、ありますよということで、なので、シャワー、外でシャワーが使えるようになっているということですね。であとは、はい、こちらに行きましょう。ここ最大5名がくつろげるダイネットスペースと、セカンドシートを反転させテーブルを設置することによって5名がくつろげる空間に変わりますと。はい、このナローボディですね、標準ボディでこのね5名がくつろげるダイネットっていうのは結構ね嬉しい空間ですよね。
で、あとは、オリジナルエクステンションボックスですね。これただ横がボーンってただ出てるだけではなくて、長年のキャブコン製造の技術を注いだ高断熱の出窓を装備ということで、ちゃんとね、あの断熱処理もされてると、まあ、この辺がすごい嬉しい機能ですよね。であとは、電子レンジ装備ということで、はい、こちらですね。ここに電子レンジ、はい、こういう風に電子レンジが入りますと。でこの下の収納スペースにはオプションでポータブルトイレを格納することもできますよということなので、ちょっとねいざという時の備えにポータブルトイレを置きたいぞという時もこの中にちゃんとしっかりと格納しておくことができます。であと8番、はい、ここ、リアハイマウントベッドですね。ここの上にこうマットをバーンって通すことによって幅 1640×奥行き 910mm のベッドが作れますということなので、まあこれはまあ背が小さい人とか子供用のベッドですね、もしくはなんかこう荷物を置くのに使ったりとか、まあそういう時に役立つんじゃないかなというふうに思います。なので本当にもうね、大人2人と子供1人の家族で使うにはいい、ちょうどいいサイズなのかなというふうに思いますね。であと、インテリアコーディネーターの方が提案する内装になってますよということで、まあ、このまこさんという方がですね、ちゃんとしっかりと中をコーディネートしていると。で、シエロっていうのはブルーを基調とした内装になってます。でティエラっていうのはブラウンを基調とした内装になっているので、それぞれですね好みに応じてどちらか選択することができますということです。で、爽快、軽快、愉快に心よい空間でアクティブライフをということでですね、コンセプトはもう本当心よいというのをコンセプトに、心地よいという心地よい空間ですね、心よい空間、使う人みんなが心よいと感じるインテリアを2種類用意しましたと。ネイビーベースのシエロの方は空を、ブラウンベースのティエラは大地を意味してすっきり見せた天井と家具の衣装でリラックス空間を演出してますということです。はい、こんな感じ。はい、アメリアライトはこんな感じです。